です。ダココンビネルです。はい、本日は、浦大くんに相談だ。はい、はい、いやー、そうですね、私ね、はい、やっぱね、次のね、やっぱギャグに悩んでますね。どうしようかなみたいな、ね、なるほどね。畜生から先がね、やっぱそれほど畜生より擦ってやつがやっぱ出てこないんですよね。なるほどね。なんかないかなと思って先生に相談したくて今日は。わかりました。はい、はい、インパクト強かったですからね。ちなみにね、その畜生の後に考え出して試したギャグとかは あったんですか。あるあるある。ちょっと何個か教えてもらっていいですか。あります。びっくり八兵衛とかありますからね。びっくりびっくり八兵衛。ほうほうほう、はい、なるほどね。そういう例えばそのシチュエーション的にそれをどういう時に使うんですかね。畜生はそのね、クソーっていう風にね、そう、びっくり八兵衛、うん、びっくり八兵衛の場合は、はい、まあ、びっくりしたことに対したネタを言って、まあ言うですよね、最後、うん、その後に言うんですよ、うん、で、びっくり、あ、びっくり、あ、びっくり、ハチベびっくりしちゃったよ、ドキーっていうね。長いですね、まずびっくりハチベ一言じゃないですね。じゃないんだ、はい、なるほど。ありますよ。まあでも何かね、もうヒットするかというか流行るか分かんないですもんね、先生。もっと見たいんだけど、ね、いや、もっと見たいんだけど、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、はいはい、なんか新しいの。わかりました。で、こういう個別のことに対しては、はい、生年月日からというよりも、うん、駅を立てるというのが一番早いので、具体的に見ようと。よいしょ。はい。占いの道具でございます。おはい。で、これをですね、小梅さんこう持って振っていただいて、はい、でもう自分で納得いくところを振ってもらって、はい、でこれでよしというところでこうやって置いてください。わかりました。はい。じゃあ、新しいギャグということで。思いを込めて、はい、振りすぎ振りすぎ、壊れちゃうよ先生の大事なやつがさ。納得いくまでいこうと。いい、まあいいんすか。壊しちゃいそうですし、広いですよ。はいはいはい。これ今のがすでに新しいギャグみたいな。出ましたか、出てきた駅の毛はですね、はい、2つの火が燃え盛ってるという形の毛なんです。2つの火が燃え盛っている。まあ、火っていう感じ上下に並べたら炎ですけれどもね、なんかその燃えるとか炎とかそういうのに関するギャグがいいですね。はあ、なるほど。それに燃える系、燃える系、燃える系、あとどう、まあ、まあ派手に色がこう、なんだろう、言葉でも色がイメージできるとか。ああ、うん、なるほどね。燃えるとか炎とか、うん、それにまつわることがいいですよね。熱いとか、あ、いいですよ、赤いとか。そう、火から連想されるから。なるほどなるほど。ちょっとじっくり考えましょう、これ。はい、はい、じゃあ考えて、先生もちょっと考えてください。わかりました、お願いします。はい、お願いします。とりあえず結果は明日。はい、見てください。